すいません、よろしくお願いします。はい。あ、はじめまして、三谷と申します。これ、リュック持ったものですか？あ、持ったものです、はい。はい。よろしくお願いします。お願いします。あ、こっち、こっちの方がいいです。あ、今回の動画は、人を幸せにする人が一番幸せになるがポリシー、茨城県つくば市、本田秀樹さんの提供でお送りします。ご支援いただきありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。出演者大募集。概要欄に掲載されている G メールまでご応募お待ちしております。なんかご紹介いただいて、はい、出ていただけるってことは、ありがとうございます。ご上手、外国、嬉しいっすね。本当ですか、はい、いやいや、でも GG さん、今、何されてるんですか。僕ね、今ね、焼き目だと、はい、父親が創業の会社にいたんですけど、はい、父親から人生5回目の戦力外通告を受けまして。あ、そうなんですか。クビになり、へえ。今はこれからの第2弾どうしようかなと。え、何の会社なんでしたっけ。建築土木の会社ですね、はい。で、どういうポジションでやってたんですか。副社長までね、行ってて、はい、2代目として頑張っていこうと思ってたんですけど、はい、なかなかやっぱ事業承継って難しいんですよね、いろんな意味でね。初代もパワーもあるし、はい、うん、そういう考え方が違かったり、親子関係だからガチになっちゃうし、はいはい、喧嘩もしながら、でも辞める決断したんですよね、最後。あ、そうなんですか、はい。やばいんですよ今。え、別に絶縁とかしたわけじゃないですか。絶縁まだ行ってないですけど、若干喧嘩はしてますね今もね。あ、そうなんですか、はい、へえ。俺からどうやって売れるか考えてるんですよ今。売れる、あ、もう一個タレントってことですか。生活していかなきゃいけないし、どうやってその、ね、お金をね稼いでいくかみたいなところも考えなきゃいけないから。おお、うん、売れたいんですこのチャンネルで、お願いしますもう人生岐路にさせてください。あんまり売ったことないですけどね、僕外録チャンネルで人のことを売ったことあるかな。初のここから売れたみたいな、 V 字回復みたいな。今今日大事ですよ今日。無収入ですか。無収入まだいかないですけど、タレント業とか、あ、はいはい、解説とか、はい、いろいろやってるんで、まあ、講演活動とかね、はいはい、講演って何の顔、講演なんですか。失敗のない人生には成功もないっていう。あ、そ、前向きに生きるようなあ、なるほど。そのご自身の経験、そうあのエラーの体験をもとにどう立ち直ったかみたいな勇気づけるような講演されてですか。そうです、そうです。そうなんですね。どう前向きに生きるかみたいな。あ、相席食堂とか出てらっしゃいますか。相席食堂、ここまで出て、はい、お関係の方ですか。どうですか。そうですね、まあ面白いと言ってくれますけど、はい、そっか、まあそうですね。繋がったない、繋がっていないですね。あと、なんかあの千鳥と釜石さんのアワーっていう、ああ、はい、日テレのかな、日曜日、あ、土曜日か、はい、土曜日深夜やってるやつも出させてもらって。お、すごいじゃないですか。その番組第2の一茂さんオーディションに出す第2の一茂さんを探せ、長嶋一茂さんを探せってオーディションで、はいはいはい、里崎さんと糸井君と、はい、GG 佐藤で3人でオーディションして、はいはい、見事勝ち取って優勝したんですけど。あ、優勝したんですか。すごいじゃないですか。やっぱ一茂さんはやっぱ目標ですよね。なるほど。僕の中では、はい、バラエティの面白さっていうところでも言っても申し分ないですもんね。いや、なんか一茂さんほどね、野球終わった後に輝いてる伸びてる人いないでしょ、セカンドキャリア。ああ、そうですね。バラエティできる、役者できる、コメンテーターできる、三冠王ですよ本当に。なるほど、はい、そこに行きたいんですか。じゃあ今はやっぱあれぐらい輝、もう一回輝きたいですね。終わった後に人生ね、野球の時が一番輝いたよって言われて悔しいんで。なるほど。人生のピークは常に未来にあると。はあ、野球って観点で言ったら、ジジ佐藤さんの方が上っていう言い方しちゃうんですけど。俺の方がうまいでしょ。そうですよ、だって日本代表ですもんね。一応ね、はい。あれ、ホームランをどうなってるんでしょうね。ホームランは取ってないですけど、でも一茂さんよりホームラン打ってると思うんですよね。ジジ佐藤さんって何が評価されて日本代表、僕野球は全然見てなくて。バッティングですね。バッティングを評価され、はい、まあまりに打ちまくったんで、その選ばれる年の五輪の前の年、2008年の春先から絶好調で。へ、それ何割何本なんだってみたいな。3割1、2本あったんじゃないかな。で20本以上ホームラン打ってたんで、はあ、もう破竹の勢いも飛ぶ鳥を落とす勢いですよ。なるほど。でもともと追加招集だったメンバーに入ってなかったんですよ。あ、そうなんですね。このメンバーが選ぶってところに入ってなくて、あまりに打つから星野さんが追加で招集したんですよ。 GG 欲しいっつって。あ、なるほど。まあ、世論的にもこんだけ活躍してる選手があのいないのがおかしいじゃないかみたいな。そう、もう選べみたいな GG を、みたいな風に急に入れられたと。急に入ったんですよ。俺でいいの思いましたもん最初。それまでその手前で日本代表みたいなことになったことないんですか。そうです。今日前年にあったアジア選手権も出てないし、あ、そうなんですね、ジャパンに選ばれたも一回もなくて。
あまりに打つもんだから選ばれちゃったんです。あ、でそっか、それなら言ったらその成績考えたら長嶋一茂さんより上手いですもんね、野球はね。野球は多分上手いです。まさか血筋がね血筋は向こうは最高ですけどね、サラブレッドですけど。今何歳なんですか。今45です。ああ、なるほど。引退してもうすぐ10年なんですけど。あ、そうなんですね。じじ佐藤さんの由来って何なんでしたっけ。顔がじじ臭いからです。ああ、え、今の顔の状態がもう若い頃からって感じですか。この顔のまま中1だったんで。でもすごい。野村幸男さんって知ってます。わかるわ。サッチ、はい、僕サッチのチームに入ってたんですよ。あ、そうですか。中学校の時、はいはい、で初めて練習行ったその日に初対面ですよ、幸男さんから。お前クソジジイって言われてシャキッとしろ僕猫背で顔も老けてたんで、シャキッとしろこのクソジジイって言われてからあだ名がジジイジジイだったんですよ。あ、それが今もそのジジ佐藤さんのあだ名になってるんですね。あだ名になってて、アメリカ行った時にアメリカ野球やってるんですけど、そのジジイをかっこよく変換してジジ佐藤っていう名前でアメリカで野球やってたんですよ。へえ、すごい。で逆輸入で帰ってきてライオンズに、でその名前でやらせてくれって登録名がそのままジジ佐藤でプレーしたんです。ちなみにこの白髪とかは染めないんですか、そのタレントで売れそういうこと目指してて。俺が染めた方がいいですかね。だいぶ顔に年齢が追いついてきた感もあるのかもしれないですけどもうちょっと若々しく見えるじゃないですか、ね、若々しく見えた方がいいですね、やっぱね。いや、やっぱ顔はめちゃくちゃかっこいいのに、もしかしたらそっちの方があの清潔感って使いやすいんじゃないですか。そういうことね、そういうことね。一茂さん白髪じゃないですもんね。一茂さん黒いね、真っ黒だったのこの前。いや、ルックスで言ったら負けてないと思うんですよね、一茂さん。いや、長谷さん、一茂さんかっこいい、体もめっちゃでかいしね。え、でもジージーさんは阿部寛みたいな顔してるから。あ、テルマエロ前結構いけてると思うんですよ。来た来た。え、でもか、いやマジでこれ白髪やばいと思います。髪の毛ですね。だいぶこのポテンシャルをなんていうか邪魔してると思うんですよ。下げてる、ポテンシャル下げてる。そうってことやべえな。いや僕普通に、あ、こんなかっこいいと思うんですよ。普通になんか本当ですか。大体いつも今ひたすら今に至るまで聞いてくって感じですけど、うん、でもじゃあ創業の会社があるぐらいだからお金持ちの家に生まれたんですか。まあそうですね、父親社長だったんでずっと。お金持ちの家かどうか知らないですけど、まあそれなりには。どこの会社なんですか。千葉県に関して本社があります。あ、そうなんですか、はい、千葉県の建設業の会社。建築土木の測量とか、へえ、地盤の調査とか地盤改良工事と言われる杭を打つ仕事なんですけど、家を建てる前の地面を固めるような。あ、そうなんですね。そうそうそう、地震が来ても大丈夫みたいな。なるほど、はい、え、それこの何番目に生まれるんですか。3番目です。姉が2人いて末っ子長男ですね。おお、ほほほほ。え、野球はいつからやるんですか。小学校1年。あ、1年、はい、え、お父さんが好きかなんかですか。父親がなんか小学校1年生の僕にボールを転がしたら、はい、まあ、物の見事にさばいたと、はい、あれ、この子すごいみたいな、この子はプロ野球選手になるぞみたいな。へえ、その時に思ったらしいです。 家に速攻帰ってお母さんサトウキにとんでもない子授かっちゃって、神の子だこの子はみたいな。必ずプロ野球選手になるぞ、まあ、父親の妄想からね始まったんですよね、うん。え、じゃあお父さんとお母さんは運動神経いいんですか。父野球やってなかったんで、ただ勉強熱心だからいろんなもう書物を、野球の書物を読みあさり僕に指導してくれましたね。で小学校の時毎朝朝6時に起こしに来て365日6年間毎朝朝練してましたね、父親と一緒に。学校行く前結構スパルタなんですね、うん。で測量士なんで、ほうほう、ピッチャーからキャッチャーまでの距離 18.44、 大体100キロぐらいのボールが来たら、はい、これぐらいの角度で来ると計算しだして、ほうほう、それ水糸、糸を張って、ほうほう、その角度でバット出せとか。へえ、そういうあなた当時からしたら理論的に野球教えてくれてましたね、勉強しながら自分で。あ、そうし、うん、素人だけど。そう、叩けとか、今叩けとか昔よく言われてましたけど、叩けとか言われなかったですね、はあ、ボールの角度の出せみたいな、ちょっとアッパー気味でいいんだみたいな。へえ、はい、それって今となったら叩けっていうのは間違ってるわけ。間違ってるぞ。へえ、今フライボール革命ってやっぱりその角度で出すっていうのが結構主流になってるんでそうですよ、自力でお父さんそれ編み出したってことですか。そうです。え、じゃあその小6ぐらいだともうその地元だとめっちゃうまいんですか。小6ではそうですね、エースで4番でしたね、うん。ああ、ピッチャー4番、うん。千葉の中でも、もうあの佐藤やばいよねみたいな感じですか。そこまでいかないですけど、もうちょい市とか市川市の中とかだったら、まあ、結構うまいよねみたいな。え、中学はどうするの、市立とか行くんですか。中学はその野村幸男さんのチームに入ったんで、普通、野村幸男さんのチームって。野村幸男さんのオーナーのシニアリーグってクラブチームがあったんですよね。へ
え、野村幸也さんって別になって、だってなんか昔に モデルかなんかですよね。別に教えられなくないですか。教えられないです。教えられないんですけど、監督がダン野村っていう社長さんの息子だったんですよ。社長さんはオーナーっていう立場で来るんですか。でも社長さん毎日来ますよ。毎日来るんですか、はい、で選手に激を飛ばすと。あ、とにかく激を飛ばすと。怖いですか。じゃあめちゃくちゃ怖いです。今は言えないぐらいのこといろいろありましたね。あ、そうなんですか、はい、一番汚い言葉の何ですか。社長さんが入ってたクソジジイですよ。初日に、そうか、初日にもうこの可愛い中一の僕に向かって、このクソジジイシャキッとしろって、うんうん、世の中の理不尽の全てを味わいましたね、あの3年間で。へえ、やっぱ体罰も当たり前のように。まあ体罰ね、昔であんまり言うと良くないですけどね、今ね。まあそっか、まあそれなりに。確かにそっか、だからそうっすね。例えば合宿とかあって夏とかに、で夜キャプテンに呼ばれるんですよ、部屋に、うん、で呼ばれていくとキャプテンが待ってて、いろいろ話すんですけど、途中から野村さんちのことどう思うって聞いてくるんですよ。そうするとやっぱ怖いから悪口も出るじゃん。いや、サッチョさんマジムカつくんだけどみたいな、嫌いなんだけど言うじゃん、それ。そしたらその押し入れに隠れてて聞いてて、出てきて、おらーって言ってなんかされるみたいな。サッチーの罠なんですか。罠なんですよ。次お前も入れって言われて、タンスに隠れるんですよ、一緒に、サッチョさんと。次の獲物がやってきて、そいつも言うんですよ、社長さんの悪口。次に俺のこと聞くんですよ、キャプテンが、うん、俺の悪口も言うんですよ、うんうん、精神的に辛いじゃないですか。それ何のためのトレーニングだったんですか。精神的に鍛えるっていうトレーニングで。そのチームは強かったんですか。シリア全国で一番強かったです。日本一。あ、いや、結果出すんですね。結果出すんです。すごいですね。でもサッチーもそしたらすごいですね。いや、負けたらとんでもない恐怖が訪れるんで、もう背負ってるものが違うんですよ、相手のチームとは。もう負けれないんです。それって何すか、きつい練習とかのレベルじゃないですか。練習はやっぱりダンさんがやっぱ本当にいい野球を教えてくれてたんで、ちゃんと理論だった、理論だったは、いい野球やってたの。確かにプラスアルファ精神的に鍛えられてたんで、へ、負けなしですよ。なるほど、はい、日本一。だからあの当時の中の野球のそのリーグの中で一番厳しかったんじゃないですか、うん、え、負けたら どうなったんですか。この世のものとは思えない恐怖が待ってます。でも無知で撃たれるとかじゃないですもんね。射殺されるとかじゃないですもんね。射殺され、まあ、精神的には死んでましたけどね、もうね。ああ、そうか、その説教が待ってるってことですか。はい、まあ、いろんなことが、はい、へえ、鍛えられましたよ、本当に。卒業した後の高校、大学とか、その後の理不尽をそよ風に感じましたよ、ね、はい。高校はじゃあスカウトでどこ行くんですか。高校は桐蔭学園高校っていう、高橋由伸さんとか、巨人の監督やってましたけど。ああ、はい、高橋由伸さんの後輩なんですか。そうです。高校野球はどうだったんですか、結果は。いや、僕は弱かったし、全然活躍できなかったんですよ、僕も。甲子園行ってないし、高校通算打ったホームランの数、今年清宮凛太郎、清宮、あ、じゃないや、佐々木凛太郎か、花巻東の選手がいますけど、はい、140本打ったんですよ。あ、3年間で打ったホームラン。すごい、すごい、化け物ですよ、はい。僕打ったホームランの方が3本なんで、3年間で打った数3本。1年間1本ペース。まあ、プロに行くような選手じゃないと思うんですね。全くかからなかったですね。無名の無名、無名中の無名です。中学の時は有名なんですか。いや、無名です。そこ辺からちょっと無名が始まったんですよね。もう、あ、中学も無名なんですか。え、そのサッチーチームでは何番なんですか。2番サードみたいな、超骨粒、超なんとかレギュラーみたいな。そっか、じゃあだからプロになるとは誰も思ってないですね。プロになるなんて思った人一人もいないですよ、あの当時は。そうなんですか、はい。そこからどうするんですか。だって高校で大学行って、法政大学行ったんですけど、法政大学4年間ずっと補欠です。補欠なんですか。ほとんど試合で、大学の時、大学ですよ、言っても22とかじゃないですか。あの当時の僕を見てプロ野球選手になれると思ったのに一人もいなかったです。あ、じゃあ普通に実力的にも別にそんな輝いてないんですか。全く輝いてないです。さすがにプロ行く選手、大学では目出てる選手多いですよ、ほぼ出てるんですよ。上原さんとかすごかったもんね。そう、大学でグッてきてるんですよ、上原さんも。高校はね、補欠って言ってましたけど、ほうほう、2番手か、上原さんは。大学補欠のやつでプロ行ったやつほとんどいないですよ、本当に。え、ごめんなさい、それ野球やめようってなりません。普通は就職しようかなみたいになるんじゃないですか。ね、やめようと思ったんですけどね、ほう、ただ一人信じ続けた男がいたんですよ。お前は絶対なれるから諦めるなと。ほうほう、父親なんですよ。父親がお前絶対なれるから諦めるなと、絶対なれる、お前はなれるからって誰も思わないのに一人で言い続けてて、ほうほう、実際大学4年卒業した時に日本のプロ行けなかったんですよ。ほうほう、で母親が言ったんですね、お父さんあなた嘘つきな、息子佐藤孝彦プロ野球選手にならないじゃない。ほうほう、父
父怒りまして一筆かけて、息子佐藤孝彦がプロ野球選手になった際には私はあなたのことを毎晩三つ指立ててお迎えいたしますってサインさせてハンコも押させてるんですよ父親が。ほうほう。それを見た息子はこんなに信じてくる父の望みを叶えてあげたいって。ほうほう。父を嘘つきにはできないっていう思いだけですよ。一生懸命頑張れたら諦めなかったら。で日本のプロになれないじゃないですか、うん、どこに行くんですか。アメリカに行ったんですよ。ちょうどフィラデルフィアフィリーズっていうメジャーリーグのマイナーリーグのプロテストがあって、大学4年卒業するぐらいの、ほうほう、あこれだと思って受けたんですよ。ほうほう。300人ぐらい受けてて、ほうほう、そこで合格したんですよ。ちなみにそのマイナーリーグのメジャーリーグの1個下ってことですよね。マイナーリーグって実は7軍まであって。あそうです。メジャーが1軍だったら2軍3軍4軍5軍6軍7軍ぐらいもあるんですよ。あ僕は7軍から入ってた、合格してプロテスト合格して7軍、じゃあルーキーリーグ、ルーキーが7軍なんで7軍行けって言われて、あ7軍から始まったんですけど、ほうほうほう。で AA、AAA、AA とかシングル A とかいろいろあるんですけど、まあ、結局7軍までなんですよ。全部とんでもない組織ですよ。でも7段階あるんですよ。7段階あるんですよ。あでも逆に言うと日本のプロに引っかかんないような方でもアメリカの7軍からだったらスタートできるんですよ。まあ、できる可能性はありますね。日本のプロに入るよりは入りやすいです。へえ。2軍から7軍までを総全部を通してマイナーリーグってですね。その上がメジャーリーグ。そうなんですね、はい、7軍からスタートされて どれぐらいやるんですか、そのマイナーリーグは。3年ですね。なんかそのスカウトにその テストを受けた時も僕内野手だったんですよ、うん、内野で受験したんだけどキャッチャーだったら契約するって言われて、なんでって言ったら内野手はアメリカにとんでもないやつらがいると、勝負にならない、うん、キャッチャーだったらディフェンス鍛えればメジャーリーガーになれるかもしれないと、なれると思ってると俺は。ほうほう。キャッチャーだったら契約するけどどうするって言われて、いやもちろんありますって速攻サインして、なぜかキャッチャーとしての野球人生がスタートしたんです、そこアメリカから。えでも人生でキャッチャー経験あるんですか。全くないです。キャッチャーやれって。あそう。えでもキャッチャーってなんか勝手なイメージ、難しそうなポジションじゃないんですか。そんなこともないですか。いや難しいです。一番難しい分できたらやっぱり強みになるし、あ人口が少ないですね、キャッチャーやる。そうですね、はい、しかも貴重なポジションなんで、大事なポジションなんで、ほうほうほう。でコミュニケーションも必要なんですよ、やっぱりアメリカ。ええどうしたんですか、言葉全然喋れないから、うん、駅前留学のノバに3日間だけ通ってそれ足りますとりあえず3日だけ通って、はい、もうアメリカ突っ込んでって、はい、でその頃の英語力、本当に飛行機の中で CA さんがビーフ・オア・フィッシュって聞かれて、はい、イエスビーフオアフィッシュ、イエース、聞き取れてないですね、聞き取れてない、どっちか選べやみたいなこのレベルで突っ込んできました、僕はアメリカに。えそれで一応キャッチャー3年やったんですか。キャッチャーやりました、気合で。えでそれ7軍から何軍まで上がれたんですか。7軍から5軍まで行ったんですよね。お、はい、まあ、2つぐらい上がったんですけど、やっぱレベル高かったですね。こんなにすげえのかアメリカの野球はと思いましたもん。5軍の時点ででも27とかですか、じゃあ。え5軍の時点で27とかですか、じゃあ。いやいや、3年なんで25です。25? あ、どこどこ ?23、24、25って5年やったんで、あ、3年やったんで、25まで。あ、じゃあ25までやって。はい。で、戦力外になって。あ、戦力外になるんですね、うん。もういきなり戦力外になるんですよ。へぇー。もう契約、1年契約とかじゃないんで、結果が出ないとすぐクビです、アメリカは。はぁ、うん、厳しいっすよ。で、クビになって、で、たまたまライオンズの、ちょっとコネクションがあって、うん、プロテストを受けさせてもらったんですよ個人的に、うん、で伊藤監督っていう伊藤さんっていう伊藤勤さんが監督されてて、ほうほう。で伊藤さんは選手を辞められてすぐ監督になったんですよ、ね、ほうほう。でキャッチャーだったんですよ、うんうん、伊藤さんでキャッチャーを辞めて監督になったからキャッチャーの枠が1個空いてると、ほうほう、たまたまでキャッチャーを探してたんですよちょうど、ほうほう、ライオンズは、ほうほう。その時にジージーさんと現れてキャッチャーでプロテストを受けさせてもらったんですよ。君面白いねって言ってくれて、ほうほうほう、アメリカでキャッチやってたのかって言われて、うん、大学の時は、ね、内野手だったんですけど、アメリカでは3年間みっちりやってましたと、ほうほう、CM 出てましたと、アメリカってどんな感じなんだって伊藤監督に聞かれて、うん、もう指導はほとんどないですと、荒削りですと、ほうほう、伊藤さんのご指導いただければ伸びしろしかないですアピールして、ほうほう、はい、じゃあ最後キャッチャーできるんだなって言われて、もちろんできます、じゃあ指名するって言ってくれます。はあ、ドラフトで指名されたんですか。そう、指名されたんだ。ドラフト7位で。へえ。いや、嬉しかったっすわ。すごいっすよ。アメリカ行ってよかったですね。いや、アメリカ行って野球めちゃくちゃ上手くなりましたね。あ、上手くなったんですか。めちゃくちゃ、自分で分かるぐらいです。うん、こんな上手くなるのみたいな。
え、それってなんで分かれたんですか？指導されないじゃないですか。試合ですね。実戦実戦。あとアメリカ補欠だ、あ、日本で補欠だったら大学の時、年間試合出ても5から10ですよ。ほうほう、年間、うん。それがアメリカ行ったら年間140試合出たんで。あ、そうか。最初7軍からスタートする。7軍も試合だらけなんですよ。アメリカって基本的に。そんな試合するっすね。そんなめちゃくちゃするっす。試合、試合、試合です。7軍客いるんですか？客いないです。でも試合をやるんですよ。もう荒削りの若者たちとしのぎを削りやっていくうちにもうぐんぐん上手くなりましたね。バッティングも 何打席とも500打席ぐらい経ったんで。へー。体感7軍のアメリカのピッチャーと日本のまあまあまあ試合には選抜するけど、うんうん、まあオールスターとか出るわけではないぐらいの平凡なって言ったら失礼かもしれないですけど、って比べてどっちの方がすごいんですか？まあ日本のピッチャーの方が完成度は高いですよね。でもその7軍からメジャーリーガーにいきなり行くやつがいるんで、16歳、17歳、18歳ゴロゴロいるんで、球だけは異常に速いとか、あ、でもまだストライク入んないけど球は速いとか、全然当たんないけど当たったらめちゃくちゃ飛ぶみたいな、一芸に秀でたやつが集まってるんでこれが化ける瞬間があるんですよ、試合出てると。ほうほうほう。あ、そんなのと触れ合ってると上手くなるんですか？上手くなりましたね。レベル高かった。一芸もすごいやついるんですよ、一芸に秀でたやつが。バランスなくて、あの身体能力に秀でたかつセンスあるみたいな人がいっぱいいるってことですか？そうです。で試合に出して、アメリカはもう人が多いんで、世界中から選手集まってくるから、はい、アジアも来るし、ヨーロッパも来るし、中南米もいっぱい来るんで、はい、もう試合に出してダメなやつを切っていけば勝手にメジャーリーガースーパースター出来上がる組織なんですよ。はい、だから教えるとかいらないですよ。パイがでかいから。なるほど。ふるいにかけて落とし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 て最後残ったやつらはもうとんでもないスターが集まるんで、最後メジャーリーグ。なるほど。こういう感じですね、アメリカは。うん、あ、おかげでじゃあめっちゃ上手くなってたんですね。めちゃくちゃ上手くなりました。え、でドラフト7位で指名されると2軍からですか、それとも1軍入りですか、いきなり。僕1軍のキャンプに呼ばれたんですね、最初。うんうん。まあ、26ですから1年目、うん、遅めですよね、うんうんうん、1年目が2004年。1年2004年ライオン、はい、ライオン伊藤監督の1年目。お、カブレラとか。あ、カブレラさんいるんですか？和田和弘さんとか。お、ほうほうほう、はいはい。あと松坂大輔ですよ。あ、でも西武強かった時ですか？いや、強かった。2004年優勝したんで日本一になったんですよ。あ、日本一の年に入ったんですね、はい、そうです。はあ。でキャッチャーで入って、はい、ライオンズに入って初めて受けたピッチャーが松坂大輔なんです。ほうほうほう。ブルペンで初めて受けたピッチャーが松坂なんです。はあ。え、それ松坂何年目ですか？松坂って呼んじゃった。まあいいか。松坂が、はい、いやもうね、ボストンレッドソックスに行く前の全盛期の松坂です。もう仕上がってる状態で最初バーンってストレート受けた時に手超痛かったんですよ。へえ。こんな強い球受けたことないと思って、すげえ松坂みたいな、うんうんうん、で次スライダー行きますって言われて、はい、曲がるボールね、スライダー。若干嫌な予感したんですよ、ストレートで手痛いのに、はいはい、でこっちもプライドがあるんで、さあこれ松坂って言ったんですけども、そのスライダーがめちゃくちゃ曲がって取れなかったんですよ高速 V スライダーキュイーンみたいなキャーってなっちゃって、まさかごめん、もうそのボール投げないでくれって言ったんですけど、で心の中でこんな球取れないと思ってキャッチやめたいと思ったんですよ。言えるんじゃん、それキャッチャー入っちゃってるじゃないですか。入っちゃってるじゃん、はい、超迷ったんですよ、どうしようかな。で結局伊藤監督のとこ行って、松坂の球ちょっと取れないんでキャッチャーやめたいですいいなと。嘘だろって。嘘じゃないです。お前アメリカですごいピッチャーの球取ってたんじゃないですかって松坂別格ですお前キャッチャーできるから、できるって言うから取ったのにキャッチャー詐欺かって言われて、はい、させんっつって、ふざけんな、ふざけてないんです。でどうすんだって言われたんですよ、はい、サードやらせてください、はい、サードになったんですよ、はい、サード最初できるかなと思ったんですけど、外国人バッターですよ、ズレータとか、はい、とんでもない右バッターが引っ張ってきた打球めちゃくちゃ怖いんですよ速くてこれ無理だと思って、監督サード怖くて無理ですって言いますふざけんな、ふざけてないんですよじゃあどうすんだ、ファーストファーストファーストになったんですよあれファーストでもカブレラファーストじゃなかったファーストいたんですけど、とりあえずポジションなんか決めなきゃいけないんでファーストやってたんですけど、最初まあできたんですけど、ランナー出ると牽制が来るんですよピッチャーからその牽制の球がめちゃくちゃ速いんですよ、ピッチャー球。怖えと思ったこれファーストも無理だみたいな。ほうほう。その牽制でいきなり来るから精神的に持たないと思って、でいきなり来るんですよ、ね、監督ちょっとファースト守備は下手なんですか？守備下手なんです。そうなんです。それでファースト無理ですって言って、
で外野になったっていう。あ、そうなんです。非常にポンコツな守備は。え、でもその一軍の試合に出れたんですか、その後。外野でやっとレギュラーを使いまして、はい、あ、でも、すごくないですか。だってその強い西武のドラフト7位だけど外野になって、それってそのシーズン始まってからですか、それともオープン戦の時ですか。外野になったの結局3年目かな。1年目、2年目、3年目ぐらい活躍できなかったんですよ。ほうほう。3年目でいろんなその今の下りがあって、3年目で外野にやっと移行したんですよね。はい、でも外野になった時じゃもう30近くぐらいですか、結構27。外野そう28、7とか8、そうそうそう。そこからですよ、快進撃は。やっときました。GG 伝説の始まり。GG 伝説の始まりは。やっときましたよ。はい、それは2008年ですか、じゃあもう。がやになったね、レギュラー取ったのが2007年なんで、2007年でブレイクしたんですよね、ついに。初めてレギュラー。その2007年は どんだけ打つんですか。25本ホームランで、練習試合で5本、30本。打率は、打率2割8分いくつかな。でもすごいっすね、はい、その30本にもちょっと下りがあって、もう妻と出会ったんですよ、その時ちょうど、2007年始まる前に、はい、で結婚式で出会ったんですけど、お互い参列してて、はい、で彼女を見た瞬間にもう結婚するって決めたんですよね。この子と結婚するみたいな。そういう人目ぼろってことですか。人目ぼろどころじゃないですね、この子と結婚するってもう決めたので、決めちゃったんですよ、自分の中で。自分の中ですよ。へで、なんとか連絡先を交換して、ほうほう、最初のデートで結婚しようって言ったんですよ。ほうほう。佐藤さんふざけないでくださいって言われて、信じてくれなくて悔しくて、ほう、2回目のデートでもう結婚指輪買ってたんですよ。ほうほう。付き合ってないのに、僕スキルって決めてるからもう持っといてくれって言って。ただ彼女が、佐藤さん今年何本ホームランしたいんですかって聞いてきたんですよ、いきなり。ほうほう。ね、前年の4本だったの僕、うん、4から15になったらまあすごいじゃん。ほうほう。15本打ちますって言ったら、分かりました、30本打ったら結婚してあげる。へえ、はい、心の中何言ってんのこの人と思ったけど、うん、カッコつけちゃってるから30本打ちます。そっからスタートしたんですよ、そのシーズン。どうやって打とうかって考えましたよ、ほんと30本。あ、じゃあ性欲で勝ち取ったそのホームランなんですね。彼女とやりたくて30本打とう。彼女はごめんなさい、結局何者なんですかそれ。どこ、いやでも一般人ですけど、普通の一般人なんですけど、ほうほう、もうこの子だと思って見た瞬間に、うん、顔が好めたんですか、それとも顔もスタイルもおっぱいも全部良かったですね。それ今は離婚してないですもんね。離婚してないです、はい、その動機で結婚してちゃんと添い遂げてたらいいっすね。そう添い遂げてます。別れてないし子供2人いますし。あ、そうなんですね、はい、その30本打ったら結婚してあげるっていう、それをもう叶えるために頑張ったんですよ、その年。その30本打つまではその付き合ってもいないんですか。付き合ってもいないです。あ、じゃあノーセックス。はい。でも本当にもうそうです。へえ、はい、もう一発やるために頑張りました。それ30本とか打っちゃうとオールスターとか選ばれるんですか。2007年は2007選ばれなくて、2008年も20本以上打ったんですけど、その時選ばれましたね、2008年。もうその彼女と出会ってからはもうめちゃギュインです、アゲマンですよ。めちゃくちゃアゲマンです。めちゃくちゃアゲマンですよ。その活躍してる時は守備下手なのバレてないんですか。まだバレてなかったです。まあ、そうか、外野ってそんな下手とかそういう評価つかないですね。そんなに打球飛んでこないんで、言っても足が速いかどうかとか気にされますよね。そう押せばいいんで、外野は基本。ああ、そこそこ、うん、攻撃力として見られた。攻撃力として見られてたんで。それは抜群だねみたいな。そう守備はまあ取れるところだけ取ってくれみたいな。そんなにエラーはしたかったんですか、2007、8は。僕ね、2007年か8年ノーエラーだったんですよ、1年間。そうですか、はい、あと補佐通報ってあるんですよ、投げてアウトにした数。あ、じゃあ肩強いですか。僕リーグ1位だったんですよ、1回。あ、じゃあ肩めっちゃ強いですか。肩強い、コントロールもいいんで肩も強いです。足も速い。足は速くはないです、普通。あ、じゃあ足普通。あ、じゃあパワープロのメーターで言うとどれぐらいだったんですか。だからパワー B、うん、足 C、はい、守備 E みたいな。守備、やっぱ守備 E なんだよね。 E、肩 B みたいな。ミートは、ミート B ですね。ああ、はい、守備は A、B、C、 D か、 D なの、 D だ。守備 D、 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 まだじゃあそれ待ってないですね。まだ D、 D、 そう、無失策 D。 パワープロの得意技は何がついてるんですか。なんかさよなら男とか連発とかチャンスに強いとかそんなんじゃないですか。あ、そうです、はい、お祭りっぽいやつが出てたんですね。そうお祭りっぽいやつ。そうでも確かにお祭りっぽいのそれついてたら五輪に欲しいよねみたいになりますもんね。爆発力あったんで、本当に月間 MVP 取ったりとか
構ね一撃の爆発力あるんですよ。2007、8ぐらいだと田中マー君とかでも対戦してるんですか。マー君めちゃくちゃしてますよ。マー君と対戦してる。マー君はめちゃくちゃ打てました。あ、得意。マー君得意。得意というか僕研究したんですよ、マー君のことを。島、キャッチャーの島。へえ。島のキャッチャーの島をデータを考えてたら、まあ、島入りたてだったんですよ。で監督ノムさんだったんですよ、野村克也さん。ノムさん昔から知ってるから。あ、ノムさんの癖は分かってるんですか。ノムさん、野村の教えを誰よりも知ってる男は、はい、結局島のサインはまだ入りたてなんで、ノムさんに認められたいとかノムさんに怒られたくないっていう配球になってたんですよ。島は野村の教えにたどり着くんですよ、島のサインは。へえ。そうするともうね、島の出すサインほとんど分かりました。じゃあそうか、マー君の球がいくら速くて変化球がすごくてもどこに来るか分かるから打てるんですか。その通りです。おかげで田中のマー君ボコボコにしちゃいました。なぜなら来るボールが全部分かったからです。島の出すサイン分かったからです。はあ、これは本当です。対マー君の成績いいですね。めちゃくちゃいいです。多分トップ10入るんじゃないですか、リーグの中でも。だってその2007年8年とかってマー君全盛期。全盛期だってオリンピックも選ばれてますから、マー君。だからパ・リーグのナンバーワンピッチャーみたいな。そうそうそう、ダルビッシュとマー君ですよ。はあ、対ダルビッシュはどうだったんですか。ダルビッシュ全然です。あ、すごすぎる。あれは相手にならない。あれ研究の遥か上行ってましたね。あ、なるほど。銀河系一です、あれは。そう、よ、サインが読めようが、無理。無理。あれはやばい。緊急招集された時とかはどんな気分なんですか。なんか俺でいいのって思いましたけど、これ予選も出てないし、選ばれちゃったけど俺でいいのかなっていう思いもあったけど、もう乗っちゃってるから、こっちはもう。世界は俺のために回ってるみたいなぐらいな勘違いモード入ってるから、もう俺しかいないでしょみたいな。まあそうか、その外野、セパ見ても3人選ぶっつったら俺だよみたいな。俺当然俺しかいないでしょみたいな。じゃあ他の外野の並び誰がいるんですか。ジージー、青木宣親、ヤクルト。ヤクルトの。メジャーリーガーね。はいはい、あと稲葉さん。稲葉監督。オリンピック監督稲葉さん。その3人ですね。すごいですね。青木さんの隣にいたんですね。だってイチローの次に、日本でヒット打った人みたいな。だから今回の WBC と一緒ですよ。当時の本当最強メンバーを星野さんが集め、金メダルがいらないんだと、金メダルを必ず持ち帰るって言って乗り込んでいきました、北京に。はあ、はい、余裕でしょと思ってたよ、こっちは。勝てると思ってたんですね。勝てるし打つでしょみたいな。乗っちゃってるからもう、もう天狗の鼻が伸びきってますから、こっちはもう。予選で活躍したんですか、ジジさん。ね、予選リーグがあったんですけど活躍しないです。あ、知ってます。でもホームラン1本打ったか。ああ、じゃあ悪くない。悪くない。全体で打てなかったけどね。ああ、じゃあそれ、その時、ちょっとあれあれって思ってたんですか、自分で。うん。しかも予選でも韓国、キューバ、アメリカに負けてるからね。で、4位通過だったんですよ。じゃあギリギリって感じですか。ギリギリ通過っす。ちょっとなんか空気悪かったっすね。そうか、じゃあ空気悪いなって中で。うん。で、準決勝始まったんですよ。韓国戦。負けたら終わり。ほうほうほう。CBM 緊張しましたよ。ああ、それはジージーさんをまた一躍有名にしてくれた試合ってことですもんね。そこにやってくるんですね、本当ね。いや、緊張しびれましたね、準決勝、日韓戦ってやっぱ違いましたね。あ、まあ、韓国の方がもうちょっと、日本に負けたら非国民みたいな、うんうん、プレッシャーあるんですもんね。あります。試合前も稲葉さんとかも、新井さんとか一言もしゃべんの、みんな集中してたし、ベンチ裏で。ほうほうほう。なんかうわ、これから始まるんだみたいな、ゲロ吐いてる人もいたし。そっか、もうじゃあみんな緊張してるんですね。してた。そこにこう星野監督が現れて、必ず金メダルを持ち帰るぞ、さあ行くぞみたいなのを言うわけですよ。ほうほうほう。プレッシャーかけないでよそんなにみたいな。この状況でそれやめてよみたいな。誰が先発だったんですか、あの時。誰だったかな、大事な試合だから結構な人がってこと。杉内とか誰だったかな。おお、うん、ソフトバンクで。そうですね。ほうほう。もうね、記憶がね、吹っ飛んでるんですよ、ちょっとね。忘れたい過去なのか、あんまり覚えてないですよね、試合のこと。何対何の状態で、ジージさんがやらしたんですか。最初先制してないんですよ。そう、最初勝ってたんですよね、3回ぐらいまで。うんうん、で、左バッターもこう切れてくる打球が飛んできてね、うんうん、で、トンネルして、1個目のエラー。それで点が入って、うん、なんか1点か2点返されたみたいな。うんうんうん、あ、でもまだ勝ってた、まだ勝ってた。はい。でもエラーをきっかけに点が入り、韓国勢いづくみたいな。ほうほう。うん、でその時にやべえと思いましたよ、点入っちゃったし。ほうほう。これこんなエラーして負けたらもうやべえじゃんみたいな。ほうほうほう。勘弁してよみたいな。うんうんうん。マジでもう飛んでくるのと思いました
この間飛んでくんなって心の底から思いましたよ。でも3回以降にレフトに球が飛んでこない試合なんてないですもんね。ない。しかもあんな平凡なゴロをトンネルしてんのに、じゃあ難しい打球来たら取れるわけないじゃんみたいになっちゃって、だからゴロなんでエラーしたか分かんなかった自分でも。なんでこんなボール取れないのみたいな、嘘でしょみたいな、自分も疑っちゃったんですよね。何オリンピックって魔物が住んでるっていうけど、何この感覚みたいな、やべえみたいな、マジ飛んでこないと思いましたもん。取れないって本当に来たら、はい、そういう心理状況です。やばい、本当にやばいみたいな。でまたそのもう一回の試合でその後どうなんでしたっけ。で結局逆転されたんですよその後。そのエラーを、僕の1個目のエラーを機に逆転されて2点差ぐらい負けてたのかな、でまだ分かんない、追いつける、8回ぐらいに2個目が飛んできたんですよ。それはどんな球が飛んできた。結構いい当たり飛んできた、難しい打球、センターとレフト間ぐらい、左中間、カーンってきた時に青木取ってくれと思いました。隣にいるね、青木って叫びましょう。でもどっち寄りだったんですか。ちょうど真ん中ぐらいだった本当に。ただ青木取ってくれ、青木取ってくれってずっと思ってたんだけど、追ってったら、あ、俺だと思って、あ、自分の方にギリ近かった、俺だ俺だと思って、やべ行かなきゃみたいな、で手出すけど弾く、ドテドゥーンみたいな。ここドゥーンみたいな。いやいや、あれですよ、あんまプロで想像する人いないですもんね。いやここですよ。ボール、こう香水塗るとこですよ、このとこにドゥーンつってドゥーンってなったからもう記憶ないですか。で点が1点か2点入ってダメ押し点、決定的なエラー、試合を決めるエラー、日本 G エンドみたいな。あれその前の4年前優勝してるんですけど日本って。いや日本優勝してないです。あれ WBC は WBC 勝ってました。あ、だから勝ってて期待されてたんですよ本当に。なるほど、だから WBC の感動をもう一度みたいな。そうです。でオリンピックの金メダル結構悲願だったんですよ野球界。うん、野球界の悲願としてはオリンピック優勝金メダルってあったんで、で星野さんが選ばれていったと。その準決勝負けちゃいけない日韓戦で痛恨のエラー2個、はあ、敗退敗退、 GG 佐藤永久戦犯。すごいタイトルつけますよね。あの時代本当ね、新聞メディアが誹謗中傷してる時代だったから、まだ、あ、うん、韓国ベンチに帰りたかったそうで本当に。確かに、いや、あのすごい温かく迎え入れてくれそうですもんね。絶対ハイタッチでしょ、いいお疲れみたいな。で、あのおかげでね、本当韓国の英雄らしいからね、俺超有名らしいよ。あ、そうなんですか。 GG ありがとうっていうのがトレンド入りしたらしい、あの当時。あ、そうなんですか。だから新大久保とか未だに行くと韓国料理屋、はい、GG さん来てくれてありがとう、めちゃくちゃめちゃくちゃサービスされますもんね。あ、そうなんですか。あなた韓国で超有名人よ、あの時ありがとうねっつって。え、でもそれ、その試合が終わったとは他の選手から責められたりはしないんですか、さすがに。いや、それはね、なかったんですけど、逆にちゃんとやれとか叱られた方が良かったかもしれないですね、担いられた方がね。ことが重大すぎて、みんなもなんて声かけていいか分からないみたいな感じですか。だって金メダルの夢が途絶えたんですよ。そうか、もう終わったって感じですもん、オリンピック終わったみたいな。ああ、なるほど。そうか、だから別に怒るとか怒んなでもそういう事件じゃないんですね。事件じゃないです。はあ、星野さんなんて言ったんですか。何も言わない、一言もなかったです。で申し訳ない、もう逆になんか怒ってほしかったっす、逆に。はあ、うん、まだ3位決定戦残ってますもんね。次の日3位決定戦だったんですよね、まだあったんだけど、うん、2個エラーした男をさ使うと思わないじゃん、はいはいはい、常識的に考えて。まあ、そうですね。俺も使われるわけないと思ったわけ、はい、次の日、はい、今日はベンチで見てよと、うんうん、もう応援しよう、アメリカ戦もう、うん、銅メダルかけたアメリカ戦、はい、ベンチで応援しようと思ってたのに、朝起きてスタメン表見たらGG 佐藤って書いてあったっけ。嘘でしょ、俺今日出んのみたいな。星野監督頭狂ったかみたいな思ったの。今日行くの俺みたいな。行くぞって行って、で後から聞いたら GG 佐藤の野球人生をダメにしたくないと、俺はすぐあいつにチャンスを与えるんだっていう思いで使ってくれたんだっけ。なるほど、うん、でもちょっと相談欲しかったですよね。そうなの、そうなの、相談欲しいでしょ。でそのタイプなのか、あのもう心慣れてるのかちょっと教えてほしい。奮起できるタイプなのか聞いてほしかったですよね。俺もうここ完全折れてたから奮起できなかったんだけど、行けって言われたら行くしかないじゃんこっちは。そうですね、もう無知入れまくった、もう一回そっから、うん、今日は行くぞと、昨日の弱気な自分ともうさよならだと、うんうん、あんな自分じゃダメだと、うん、今日は強気で逆スイッチ入れまくった、そこから。ほうほう、俺は絶対できる、できるできるみたいな。ほうほう、
なんか曲とか聞いたんですか、ちなみに。曲とかもうハードロック聞いて。誰ですか。あれですよ、ラウドです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 っていう海外のラウドです、日本のバンドがあるんですけど。そうですね、ハードロック聞きまくって。そっか、なるほど。そう、そう言ったんですけど、そこで、はい、勝ってたんです、アメリカ戦、はい、それも、はい、3対0か4対0ぐらいで、めっちゃいい試合して、いい結構圧勝ムードだったんですよ、はい、で3回か4回にショートフライが上がったんですよ、はい、ショートやや後方、はい、でショートが取るやつして、でショートの中島がオーライオーライってかけてたんですよ、はい、ね、ショート取ろうとしてたんですけど、もう逆スイッチ入っちゃってるんで、うん、これ俺だと、ここ俺が取るでしょみたいな、うんうん、中島どけって言って飛ばして、はい、取り行ったらエラー嘘でしょみたいな、そのエラーから逆転、なるほど、逆転負け4点差ってあんま負けないですもんね、野球ね、野球負けないでしょ。そう、GG さんのエラーを機にアメリカ勢いづき逆転負け、なるほど、エラー銅メダルを逃すきっかけを作る。知りたかったぞ。しかも別に取れたところで別に褒められたあれでもないですもんね、そのプレー。平凡なレフトフライだから。しかも冷静に任せれば、冷静に考えれば中島に任してよかったっす。手挙げてオラオラ言ってたし。逆スイッチ良くない。なるほど。聞く曲違うのすぐ分かったかもしれません。ラウドネスじゃなかったかもしれません。違うのだったら。落ち着けっていうタイプの曲だったかもしれません。そうですね、もっとね。優しい曲聴いてきゃよかったな。なんで取り行くんだよ、ああいうの。行くなよ。え、それ2回目も怒られないですか、もう。だってもう銅メダル、もう負けた時点でオリンピック終了ですから。全日程終了ですから。なるほど。怒ってもしょうがないですよね、もう。そっかそっか。でしかもみんなそれぞれ、まあ、各球団に戻るだけですもんね、うん、情報があんまないんですよ、北京オリンピックって。新聞とかもないし、日本がどういう状況か分かんなかったんですよ。じゃあ永久戦犯とかかかってるかも知らないですね。知らないです。で、帰りの飛行機の中でスポーツ新聞あるじゃないですか、アナ、アナの新聞、アナ見た時にパッて開いたら GG 佐藤永久戦犯とか GG またポロリみたいなやっちゃったこれみたいな、うん、いい佐藤みたいな、エラーのいいをもじっていい佐藤ってデカデカ乗って、これはやらかしてやっちゃったみたいな。で、空港にとんでもない人が集まってるから、記者が GG 囲んであげろと、生卵が飛んでくるかもしれないから宮本キャプテンが守ってくれて、空港 の, あのタロテロップ出た瞬間に出口とんでもない量のフラッシュ浴びましたね。うわ、行く時倍、何倍も増えてますね、人が、記者がブワーみたいな。なるほどね、ハリウッドスターかと思いました。いやでもそれのあれですよ、なんかもう地獄みたいな顔しては、当時坊主頭でした。そうそうです、坊主頭でジジサタさんが歩いてるの画像ありますよね、記憶ありますね、はいはい。オリンピックが夏じゃないですか、うん、シーズン中ってことですか。一応シーズン中です。そうです、シーズン抜けて、あ、ジャパンのメンバーだけオリンピック出てたんで。それ普通西武戻ると どんな感じなんですか。西武戻ってなんかメンタルコーチとかつけてくれたんですよね。お、へえ、急に優しいんで、うん、でもっとやじられるかなと思ったんですけど、結構西武ドーム帰ったらみんな温かくて、 GG はいつも GG だみたいな、今日からもう変わらず俺たちは応援するみたいな。はあ。でその西武ドームに帰った初戦、オリンピック終わって、GG 佐藤はフライを取れるのかみたいな雰囲気が漂ってた。球場中に。で僕ライト守ってたんだけど、3回の表かな、平凡なライトフライが飛んできたわけ。もう超取れるやつ、もう球場中静まり返りましたからね、一瞬。ふぅみたいな。ほんでパシッて取った瞬間に大歓声、相手チームが増えて GG が取ったみたいな大歓声浴びて、プロ野球選手であのイージーフライで大歓声を浴びたやつ俺ぐらいなんじゃないかな。少年野球じゃないですもんね。そうそう、取って当たり前のフライを取って大歓声です。でその後の試合後のインタビューで、西武ドームの空が北京の空に見えましたってコメントしたら大炎上しました。いや調子乗ってるんですね、もうすでにそこで。まだ早いって言って。えちなみにそのシーズンの成績はどうだったんですか。その後そのシーズンね、その2、3週間後に足骨折しちゃって、うわ、離脱しちゃったんですよね。うん、でも3割21本かな。お、じゃあ、まあ、まあまあ、その後のキャリアはどうですか。その2009年以降は、以降は次の年にも活躍したんだけど、はい、そこからもう急激に落ちましたね。
それ何が、まあ、年齢ですか、どんな感じですか。やっぱトラウマっすね。あっでレフトになったんですよ、途中から。えでもそれトラウマのポジションなんじゃないですか。そうトラウマのポジションになってから全てがおかしくなりましたね。ライトまで良かったんですけど、レフトにコンバートされてから、まあ、野球人生が坂道を転がり落ちるようになっちゃって、レフト無駄、方位学的に向いてないんだな多分あそうですか。そこからなんかレフトになってから、ね、急に活躍できなくなったんですよ。へえ、うん、プロ野球選手って年俸発表されるじゃないですか、うん、一番高い時いつだったんですか。1億2000万ぐらいですかね。おお、2008年の後ってことですか、うん、じゃあ言ったら日本代表ですもんね、まあ、3年ぐらいレギュラー払ってば1億円ぐらい届いてくるんで、だいたいイメージは。あそうなんですか、はい、3000万6000万1億円みたいな。うーん、はい、じゃあ逆に言うとそのレフトコンバートからその年俸的なもんで言うとそれもこれ割れ落ちてくるんですか。いやがっくり落ちますよ、はい、えなんか上限はなんですよね、はあはあはい、あその下がり具合で下がり具合の、うん、でも上限超えて下げられたかな。でも、うん、えいくらぐらいだったんですか。もう最初6000万ぐらいになったりとか、最後3000万になったりとかで戦力外通告みたいな。最終的に戦力外通告されてたんですね、はい、3年んオリンピックから早かったの4年か3年後ぐらいかな。はあ、戦力外通告になって、野球選手にとって戦力外通告って死だから、もう死の宣告ですよ。なんだっけ、前に聞いたことがあるのがめちゃめちゃベラボーに年俸もらった次の年に年俸がガクッと下がると、うん、税金が大変だみたいな。そうそうす、本当そうです。半分税金くるんで、1億円だと5000万ぐらいくるんで、だ5000万ぐらいになっちゃうと次の年0円ですよね。本当に税金で終わっちゃうみたいな。はあ、もらいすぎも良くないです。なるほど、はい、最終的に引退はいつするんですか。あれなんか一回海外行ってみたらロッテ来るみたいな感じで。イタリア行ったんですよね。イタリアって野球強いですか。イタリアは野球弱いですね。今年ちょっとだんだん強くなってきたけどね。 WBC も今回ね準々決勝で日本対戦したけど、うん、あるんですよ、イタリアにも。セリアっていうサッカーと同じようなリーグがあって、北はミラノから南はローマまで6チーム、僕がいた時は6チームあって、ほうほうほう、うん、まあ、リーグ戦やってて、ほうほう、うん、なんでイタリア行こうと思ったんですか。なんかね、やっぱ野球、心も体もボロボロになっちゃってて、ライオンズの頃、はい、野球嫌いになってたんですよね、うんうん、やめようかなとも思ったんですけど、はい、やっぱ嫌いなまま終わりたくなかったんですよね。ずっと野球をちっちゃい頃やってきて、最後お別れする時にさ、野球ありがとう、楽しかったよ、大好きだよってお別れしたかったんですよ。だ最後、野球を好きになってやれるために一番楽しめる場所で選んだんですよね。ここでやれば楽しめるんじゃないかみたいな。でイタリアを選んだの最後。へえ、うん、野球を好きになろうと思って、やめるために回復できたんですか。めちゃくちゃ楽しかったですよ。へー、土曜日ダブルヘッダーで午前中試合やって、まあ、ランチするんですけど、相手チームと審判と一緒にランチするんですね。でピザとかパスタ出てくるんですけど、なんていうかワインも一緒に出てきて酒なんですね軽く入れるんですよ。へー、楽しいじゃないですか。そう、審判とかまあまあ飲むんで審判飲んでいいんですか午後の試合酔っ払っちゃってるんですよ審判。それってそのストライクかボールかみたいな見極められてるんですか。ほぼストライクストライクみたいな。なるほど、気が入っちゃって楽しいじゃんピッチャーにとってはすごいありがたいじゃんありがたいけどバッターがそれストライクなのみたいな、うん、これがイタリアンベースボールだみたいな。へえ、めちゃくちゃ楽しかったですね。そっか、野球好きになって、野球大好きになってこれで引退しようと思って、はい、でちょっとそろそろっていくんですよね。で、辞めようと思って、辞めたと思って、10日後ぐらいに帰国して、はい、伊藤監督が、はい、ロッテマリーヌ監督就任と、はいはい、僕のあの、西武の時の監督ね、はいはい、伊藤さん、ロッテの監督なのみたいな、はいはい、そしたら、3日後に電話かかってたんですよ、はいはい、俺に、はいはい、GG と、はい、GG、お前の野球への炎消えてないかって言われて、もう消えてたんですけど、消えてないですまた嘘をつき、はいはい、また詐欺を働き、はいはい、ロッテに入団したっていう。へー、ロッテどれぐらいやったんですか。2年間。おー、地元千葉だったんで、うーん、地元の球団で最後やれて2年間、すげえ楽しかったですよ。そう、その伊藤監督とは相性いいんですもんね。要は伊藤監督にもう2回も拾ってもらったんで、はあはあ、感謝してます。はー、あ、なるほどね。未だに頭足向けて寝れないですね。はい、でそれ何歳で引退ですか。じゃあ36歳。はあ、36って野球選手の引退の年としてはどうなんですか。いや長いですよ。だって辞める平均年齢28とか29なんで。あ、そうなんすね、はい、あ、そうなんすね。え、で、そこのは家、さっき言った家業ですか。じゃあそれ家業を社長にアポ取って。あ、お父さん、はい、頭下げて入れてくださいって。ほうほう。で、まあ、父親もね、
野球人生が全てじゃないんだから、うんうん、ここからも十分輝けるからもっとこれからも頑張れみたいな、ほうほう、言ってもらって入社したんですけど、ほうほう、で現場もその建築道具なんで現場行ったりとかで、プロ野球選手のセカンドキャリアも、まあ、応援したいっていう会社だったんで、辞めた選手、プロ野球選手結構何人か入ってくれて、会社にで雇用したさせてもらって、そうか、建築現場だから力使ったりとかもするから、そうそうそう、はい、スポーツ選手活躍できるというか、めちゃくちゃ向いてますよ、まあ、力仕事の部分も多いし、でも常に職も持てるんで、測量とか、うんうんうん、いいかなと思って、それ言ったら7、8年経つってことですか、そこから。で8年間やってましたね、そこで、はい、で親と 5回目の感動みたいなこと言ってたんですか、最初それ5回って、この7年間で5回ってことですか。ね、今まで僕アメリカで戦力外通告、西部から戦力外通告、あ、そうとか、イタリアから戦力外通告、はい、千葉ロッテから戦力外通告、計4回やってるんですよ、野球界で。あ、なるほど、はい、野球って一応全部戦力外なんですね。全部戦力外通告なんです、僕。はあ、そうなんですね、はい、なるほど。で、父親の会社に入って戦力外通告になるわけないなと思ってたんですけど、まさかの親父から戦力外通告を食らうという5回目の人生、うん、なんかあんま聞いちゃいけないことかもしれないですけど、なんでその実の父親とそんなことになっちゃったんですか。だから経営方針の違いですよね、やっぱりね、こうやりたいっていうのと、まあ、父もやっぱね創業者ですね、自分がやってきたプライドもあるし、まあ、自分がそういうのをちょっとね社長交代をしようとした自分も 悪いですけどね、うんうん、おお、それもう俺の時代だみたいな感じでこうやろうとしたんですか。そうですね、でも父も年齢80なんで、もうすぐ、あ、もう、うん、まあまあな、まあまあ年じゃないですか、ほうほう、まあ、令和の時代にね、やっぱねちょっとやり方もねどうなのっていう部分もちょっと、まあ、あるにはあるんで、もうちょっと尊重しながら持っていけばよかったんですけど、まあ、自分の顔をちょっと出しすぎた部分もあって、まあ、社長とぶつかり、お前やめろみたいな、そうなんですね、俺もやっていけないみたいになっちゃって、で辞めるという決断を本当今年の8月にしたんですよ。近いですね、4ヶ月前ぐらいか、うん、はあ、で9月からフリーになり、はい、まあ、若干無職組になり、やべえぞと。え、この4ヶ月は何でじゃあ収入を得てるんですか。講演活動とか、今講演は力入れてますし、まあ、タレント業も頑張って、あと野球教室とか、はあはあ、うんうん、確かにプロ野球で有名だったら野球教室とかそんなのありますもんね、うん、で会社も起業したいなと思ってて、僕宅建持ってるんで、宅建業を使って不動産屋さん、不動産もちょっとチャレンジしてみようかなとか思ったりとか、あ、うん、建築土木の、ね、技術もあったりとか知識もあったりするんで、いろんなものを絡めながら、不動産もやりながら会社も起こしながら、個人としてもちょっと頑張んなきゃいけないんで、売れないともう一回、やばい、なるほど、はい、お願いします、今回お願いします、マジで。いや、これ今もう面白かったですけど、めちゃくちゃ売れさせてください、頼む、なんとか、はい、いやでも顔かっこいいから、多分髪の毛ちょっとでやったほうがいい。髪戻りますね、髪やろう、うん、え、だって僕あの普通にあの坊主で帰ってきて死にそうな顔してる時あったじゃないですか。あのあれ時別にイケメン性を全く感じなかったですけど、今お会いしたら結構本当マジマジですか、阿部寛みたいな。俳優いける。え、だって一応俳優、まあ大河もやってますけどね、はい、いや本当マジ白髪じゃないですか。白髪か、そう、染めでもちょっとね、オッケー。白髪若く見える髪型をこう考えてくれる人、ちょっとコメントもらいましょう、皆さんから、ね、どんな髪型がいいか。いいか。え、でもプロに任せた方がいいですか。どっちかというと、でも素人のたくさんの意見よりなんかプロのなんか、あのプロの意見をね。いや多分このポテンシャルを生かしてくれるなんかいるんじゃないですか、美容師さんとか。探そう、こうね、ちょっと。へえ。え、今じゃあ、でもそうか、子供は何歳ですか。子供は中二の娘と。小3の息子です。ああ、でもじゃあまだまだ稼いでいかなきゃいけない。まだまだ稼がないと、はい、なるほど、頑張らないと。あ、そうなんですね。人事さんがいた会社ってのは、そもそもお父さんがやってらっしゃってる会社、うん、っていうのはどれぐらいの規模なんですか。創業49期目かな、今年、はい、で従業員1000人。1000人いるんですか、うん、売上180億ぐらいあるんですよ。あ、そんなにあったんですか。全国で、ね、25カ所ぐらい拠点があったりとかするんで、仙台から熊本ぐらいまで。それの副社長やらせてもらったんですか。まあまあでかい、まあまあでかい会社、一台でね、すごいですよね、180億の会社作ってね。え、お父さんそれ一台で作ったんですか。そうです。わ、すごいっすね、うん、で、その辞めるという相談をいろんな人にした時に、じじ辞めない方がいいって、もったいないっつって、辞めるのをやめろと。それ180億っすかね、うん、で親父にも言われたんですよね。お前俺あともう5年ぐらいで、まあね、もう死んじゃうかもしれない し、あと5年我慢すれば全てお前のものになるのに、なんで辞めるんだって言われて、ほうほう、いや辞めるっつって。それなんでなんですか。あ、でも逆に言うと、その180億みたいな規模のすごい会社じゃないですか、はい、36までやってて、言ったら一般社会37から経験したじじいさんに、はい、そんなまとめきれるもんなんですか、その規模の会社って。で一応8年間で、ね、いろんなね、こう
学びもしたりとか、まあ実績はないですけど、まあ。ああ、じゃあやれる自信は一応あったんですか、途中まで。まあ、やれる自信とかやるしかないですよね。二代目がね、男僕しかいないんで。うんうんうん。やれるしかないっていう気持ちでやってたんですけど、やっぱ自分自身問いかけたら、やっぱ使命感の部分もあったんで、本当にやりたいのかって。ああ、その会社の社長ね。そうそうです。でもね、会社にいると、GG 佐藤らしくない姿も演じなきゃいけないところがあったりとか、自然体じゃなかったですね。副社長ってしっかりしなきゃいけないって感じしますね。そうでしょ。もっともっとふざけたりとか楽しいとかもっと自分のキャラを出したかったんですけど、社長にお伺いを立てたりとか、社員の目があったりとか、こうならなきゃいけないっていうところにちょっと縛られた部分もあって、でも自分らしくなかったんですよ、8人間。ああ、まあ、でも確かに180億1000人の従業員ってすごい規模ですよね、うん、言ったら。そこも葛藤があって、本当にやりたいことじゃないなと思ったから、その部分もあって辞めるっていう決断をしたんですけど。それって戻ることはじゃないんですか。戻るんで、もう一回離れた人間をね、もう一回採用しないでしょ、会社も。あ、うん、それを機にね、まあ、ちょっと母親ともね、ちょっと言い合いになったりとか、父親ともね、ちょっと言い合いになったりとか。へえ、まあ、この家族関係ね、本当ね、もう一回ね、仲良くしたいですけどね、うん、奥さんはどうだったんですか。奥さんは自信があるから辞めるんでしょって信じてついていくって、うん、そうか、だから奥さん抱きつけるのうまいですもんね。んあのホームラン30分打ったら結婚してるとか。エラーした時もね、妻はね、はい、帰国して初めて会った時に、はい、無言で抱きしめてくれて、へえ、何があってもあなたは私のヒーローだよって言ってくれて、あの言葉ですよね、ほんと救われたのは。もう一回頑張ろうって思えたら、へえ、うん、妻は結構ねポイントポイントでいいこと言うんですよ。へえ、すごいっすね、うん、それは。で、今回も自信があるからやれたんでしょ。なるほど。信じてついていくよって言ってくれたんで。はあ、じゃあとりあえずでも何を柱にしたいとかってあるんですか。なんか、いや、何でも言ったらいけますよ。現場に行けば1日に1等2万円稼げるんですから。でも、いっぱいやりたいことあったんですよ。野球教室だ、うん、タレントだ、タレントだ、公演ね、とか、ほうほう、起業もしたいけど、最悪ね、なるほど、現場出れば1日2万稼げますから。なるほど。エブリで働けば50万稼げますから、なんとかなります。確かに。はあ、い、でも第二の一茂を真剣に目指すんだったら、結構本気でタレント業やらなきゃダメじゃないですか。そう、そこも頑張ります。やります、真剣に。なるほど、はい、どれが一番優先順位高いんですか、なりたいものでいうと。だってその自分らしくいたいから辞めたんですもんね、180億。そうですね。だそこも見えてないから、何でもとにかく食べましょう、つまみ食いしましょう。なるほど。つまみ食いした中からグッと出てくるかもしれないから、最初からこれっていうのはあんまり見えてないかもしれないです。でもかまその千鳥さんとかまいたちさんの番組で、うん、その里崎さんと誰でしたっけ、もう一人、糸井さんを抑えて勝ったっていうのはちょっと鉱脈あるんじゃないですか。そうですね。でも逆に言うと、それ結構真剣に頑張らないと、タレント業はタレント業で見放されちゃうじゃないですか。甘くないですよね。だからどれか一個本腰で貯金があるうちにやるってのがいいんじゃないですか。ですよね。まあ、多分タレント業をちょい一丁噛みしながら宅建で企業同時並行してもなんかどっちも失敗しそうな気がするんですけど、うん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 、どっちかをグッと絞ってそうだなんかで、タレント業と公演を活動は並行できるような気がするんですけど、うんうんうん、宅建で企業とその前2つは意外とこの両立いきなりやるにしてはちょっと難しくないですか。確かに、ね、うん、いや僕はそんな偉そうに言うこともないですけど、その通りです、本当に、はい、絞らなきゃいけないかもしれないです、はい、なるほど、うん、宅建も持ってるし公演もやってタレントも頑張れますみたいな三つ同時やったらなんか全部戦力外通告したらその気がする。計8回8回ね計8回あどうした3つ同時に今度来るんだねみたいなことになったらもったいない。そしたらまた出れますね、この番組に。また出れますね。いやいや、これ8回になりますね。あんまり得ないだもんね、これ2回も何回も出るって。じゃあ、よっしゃ、じゃあまた、よっしゃ、気持ちいい、よっしゃ。出演者大募集、概要欄に掲載されている Gmail までご応募お待ちしております。ネイキッドロフト横浜さんにて12月29日19時半トークライブを行います。さらに福岡スクエアガーデンさんで1月13日もトークライブを行います。終演後ファンコミュニティ限定の打ち上げも行いますので、よかったら入ってください。よろしくお願いします。